国道421号起点三重県桑名市、浅川交差点国道421号終点滋賀県大見八幡市、友貞町交差点国道421号は、三重県桑名市から滋賀県大見八幡市に至る一般国道である。国道421号、三重県稲部下山町、石暮北にて、鈴鹿山脈を越える国道で、八風街道とも呼ばれる。 三重県稲部市の宇賀県や滋賀県東大見市の越川渓谷などの継承地付近を通過し、紅葉の名所として知られる栄源寺も近い。かつては石暮峠を経由していたが、この区間をトンネルでバイパスする石暮峠道路が2011年3月26日に開通した。2013年現在、東大見市栄源寺万所町からあいたに町までの区間については、 線形不良と福音恐章を解消する目的で2車線道路が延長5 6トルにわたり付け目バイパスとして整備が進められている。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び重要な経過値は次の通り、旧道にあたるかつての石暮れ峠区間は通行車両に制限がかかった境愛区間で夏場から 紅葉時期にかけての降楽シーズン中は通過に2時間以上かかることもよくあったと言われる。2008年9月2日の豪雨によってこの区間が通行止めとなって以降、三重県稲部下谷安町石暮から滋賀県東大見市譲りお町までの区間は国道として災害復旧されることなく、2011年3月26日の 石暮トンネルが開通した後に指導として稲部市に移管された。三重県内は全線にわたって2車線以上確保されており、特に桑名市の上野交差点から星川交差点にかけては4車線確保されており、東名阪自動車道の桑名インターチェンジの連絡路としての役割も果たしている。一方で、滋賀県側では東大見市営源寺慢所町から愛谷町にかけて、 大型車が、離合困難となる区間もあるが、改良工事が進められている。国道307号終点の国道8号、ともさだ町交差点は、名神高速道路の8日、新ターチェンジとの連絡路であることから、昼間の交通量は、非常に多い。八風街道の標識滋賀県東近江市栄町2011年3月に、開通した石狂トンネル主な橋、編集トンネル、 編集道の駅、編集かつて、石暮峠の約 2km 区間は、車重2トン以下、車幅2メートル以下の普通車両なら、通行可能な境愛路で、安峠と、並び近畿に大峠国道として知られていた区間でも、ある。特に狭い区間は、車幅が2メートル以上ある大型車が、侵入できないように、峠の頂上付近の滋賀県側と三重県側の入り口2カ所に、 コンクリートブロックが置かれて、道幅が狭められ、その側面には無数の傷跡が残されていた。また、ブロックの直前には、U ターンできるスペースが設けられていた。例年12月初旬から翌年3月末までは、冬季閉鎖とされていたが、現在では、鈴鹿山脈を貫く石暮れトンネルの開通により、道路が改良されて、通行車両国道365号との、 三笠京南詰め交差点、三重県稲部市田山町高柳にて、三重県桑名市、三重県稲部市、滋賀県東大海市、滋賀県大海八幡市、ありがとうございます。